バーケンヘッドのナンパ。女性と子供が救命ボートに乗り込む中、兵士たちは船に残る様子がひさしげている。Women and Children First、もしくはバーケンヘッドドリルとは、海難事故発生時にはまず女性と子供から避難させるという行動規範である。書出は1860年の小説、ハリントン、エーストーリーオブトゥルーラブである。 初の事例は1852年のイギリス海軍の軍隊輸送船バーケンヘッド沈没事故であるが1912年の客船タイタニック沈没事故で有名になった。ウィメンチルドレンファーストに海事法上の根拠はない。災害時の避難に詳しい教授によると現在は大抵誰もが性別に関係なく負傷者や高齢者、幼児など自力では 避難が難しい人の避難を支援する。2012年には、ウップサラ大学の研究により、実際にはこの規範を適用しても、必ずしも女性と子供の生存率が高まるわけでは、ないことが判明した。19世紀から20世紀初頭までは、ほとんどの船は、乗客、乗員全員が乗れるだけの救命ボートを備えて、いなかった。1870年。 イギリス庶民員での外輪船、ノルマンディ沈没事故に関する質問に対し、ジョージ・ショール・フェーブル議員は次のように答えた。In the opinion of the board of trade, it will not be possible to c o n q u e the passenger, steamers, running between, England and France to have boats sufficient for the very numerous passengers they often carry, they would to i n c u m b e n the decks. アンドラザードツーザレンジャーザンディトラクテフロムイット商務庁の見解によれば、イングランドとフランスの間を頻繁に往来する旅客船舶に、それら船舶が運ぶ非常に多数の乗客のために、十分なる数の救命ボートを乗せることはできないであろう。それら救命ボートは、甲板の邪魔となり、危険性を減らすどころか増やすことになる。ウィメンチルドレンファーストの期限は、 1852年に発生したイギリス海軍の軍隊輸送船バーケンヘッドの座礁沈没事故において兵士たちが取った行動である。船長は大佐に兵士たちを鎖ポンプの操作に当たらせるよう命じた。60人がこれに応じ他の60人は救命ボートの降下作業に当たりその他の兵士は選手部を持ち上げるため船尾楼甲板に集まった。女性と子供は 左舷側のカッターに乗り込んだ。当時この事故は、人々の関心を集め、多くの新聞で大きく取り上げられたり、ラドヤード・キップリングの、ソルジャー・アン、セーラー・トゥーなどの視野絵画が制作されたりした。20世紀初頭までに、大型船でより多くの人々を運ぶようになったが、まだ救命ボートの数に関する、具体的な規則がなく、乗客、乗員全員が乗れるだけの救命ボートを備えて、 いなかった。その結果、海難事故が発生した時は常に、誰を助けるべきかという道徳的ジレンマに陥った。折りたたみ式の救命ボートに乗る、タイタニックの生存者このフレーズは、タイタニック沈没事故で有名になった。二等航海士のチャールズ・ライトラーが、エドワード・スミス船長に、女性と子供をボートに乗せた方が良いのではないでしょうか。と提案したところ、船長は、 女性と子供を乗せて降下させよう。と答えた。そして避難命令が出されたが、一等航海士と二等航海士は、それぞれ異なる解釈をした。一等航海士はまず女性と子供から乗せると解釈したが、二等航海士は女性と子供だけを乗せると解釈した。そのため、二等航海士は女性と子供が全員乗り込んだのを確認すると余裕があっても、救命ボートを下し、 一等航海士は、女性と子供の他にわずかだが、男性も載せた。結果として、女性の生存率は74%、子供の生存率は52%であったが、男性の生存率はたった20%であった。一部の船員は、船長の命令を誤解し、男性を救命ボートに載せようとしなかった。本来の命令はまず女性と、子供から載せ、 余裕があったら、男性も乗せるというものであった。タイタニックの乗客のうち女性と、子供全員が助からなかったのに、ホワイトスターラインの幹部ジェイブルース・イズメイなど一部の男性は救助されたため、当時彼らは臆病者の落印を押された。ありがとうございます。